一つ一つ実現する福島。お腹いっぱいになっちゃった。もう食べられないから捨てちゃおう。分別めんどくさいな。もう一緒に捨てちゃおう。てぃ。そんなもったいないことをしないでくれカル。エシカルをするカル。君たちはエシカルというものを知っているカル？よくわかんない。難しくてよくわからないよね。それじゃあわかりやすい身近な例を見せてあげるカル。まずエシカルとは使えるものを捨てない、必要のないものは無駄に買わないということから。例えば分別してリサイクルすること、つまり使い終わったものをもう一度使えるものに作り変えることから。あとは食べ残しを減らすとかかるね。それとペットボトルを使うとプラスチックゴミが増えちゃうから、水筒を使うといいかるね。そうすれば生き物の住んでるところを守れたり、プラスチックを燃やした時に出てくる地球の温度を上げる空気を少なくしたりできるかる。2つは食べ残しを減らす、水筒を持ち歩く、分別を心がけるとかをすればいいんだ。そうかる。わしらの生活に必要なものを無駄遣いしないことが地球を守ることにつながって、未来の世代、つまり君たちや君たちの子供たちが美しい地球で平和に豊かに暮らし続けていけるかる。私たちがエシカル博士が言ったことをすれば、将来の地球を守ることができるんだね。みんなもエシカルを意識して生活してみよう。